おはよう。おはよう。今日からだね。そうだね。本格的な。そうだね。追い込まないとあいつを。そうだね。どいつに。今日からだよ。本格的な撮影を。相葉さんはもうセットしてる。隠れないでくださいよ。よし。とりあえずスタッフ陣は全員集合ということで。そうね。眠い。何これ。あ、もう。お疲れ。お疲れ。何ここ。何これ。とりあえずじゃあそこに座ってもらえますか。いや、そのテロリストのやり口やん。なんか俺声明呼ばされんのこれ。昨日の夜中に、その2チャンネルのその掲示板を立てといたんで、はい、え？まあこれなんですけど、うわガチやん。その豊かが岩田さんですね。とある YouTuber だけど企画で1週間夕張で生活することになった。早速じゃあそれ立てちゃいますか。立てちゃいましょう。それと立てて情報をもらうということですね。まあ、てかまあそうですね、この物語をどう動くかを左右する、うん、はい、ちょっと、今日から1週間ゴーストタウンと呼ばれる夕張を調査することになった。はいはいはい、次のタイトルじゃん。とある YouTuber だけど企画で1週間夕張で生活することになった。夕張にまつわる事件や都市伝説、心霊現象などオカルト的な噂を検証するという企画。基本的なことから現地民しか知らないことまで何でもいいから夕張の情報を教えてほしい。はい、はい、というセレクトになります。はい。これ名前とかって普通はあれだよね。立てないよね。立てないですけど、一応あった方がいいんですか。だって七瀬さんだとね、なんかせっかくだから、うん、どこでも多分使うじゃないですか。確かに、まあ、主とか呼ばれるのに大体これは5点ゼロ。ゼロ、はい、数字のゼロでゼロ。夕張市はもうゴーストタウンだから当然ありません。そういう読み方ね。本当にどうしますもう、まあ、ここあんまりあれだしな。今回岩田くんはね、あの、まあ、調査する役なんで、はい、岩田くんなんかこっちなんですかね。なんか岩田んちなんだよ。私でもなんか LINE の名前を、まあ、岩田亮太って言うんですけど、なんか豊かって名前にしてました。ローマ字でね。ローマ字でね。いろんな。あ、じゃあ豊かにしますか。どうしますか。いいんじゃないですか。豊か。いいんじゃない。じゃあ、いいっすね。いいんじゃない。これでいいんじゃない。行きましょう。じゃあ来るのかな。来るかね。スレッドじゃあいきますね。よろしくお願いします。行きましょう。よろしくお願いします。えっ。おー、あ、これ承認してくれた。 あ、まだ本当によろしくお願いします。なんだね。あ、なるほどね。よろしくお願いします。え、長すぎます。それのタイトルが長すぎる。タイトルが長すぎるって。何文字ないっすか、ね、こっち、あ、ちょっとね。じゃあ、もう一回こっからやってみるね。それ、あ、タイトル長すぎるんだ。え、一週間、点あ、点いきます。これ、もう一回これ更新するのめんどくせえ。はい、よろしくお願いします。せーの、まず来るよ。あの、なんか確定…あ、そうなんだ。はいはいはい、来るんで、これ来るんで、これは来てるってことだ。これは来てるんで、うん、まず
で、これこっちでいいでしたっけ。あ、違う違う違う、あ、危ない危ない、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 ただそういう容器のこっち、あ、違う違う容器の、あ、これこれするこれする、いきますよ、頼む、はい、いけた、うわぁ、投げ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 、おぉぉ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 ぉクララみたいに言うな、サイコラ流流という感じですかね、はい、仕上げをごろうじろというわけで、はい、一生懸命頑張ろうということで、はい、すいません誰もいないんで自撮りで、今回サブちゃんをお送りいたします誰もいません、岩田のね心霊スポット生活がスタートしまして、我々は今インサートを撮ってる状態ですね。岩田さん今この街を探索してるみたいな状態です、岩田さんがねこの街の情報を集めてる間、我々はちょっとね動画に挟むインサートというものを撮っております、はい、ということで、そのインサートを撮る係に任命された道井谷さんです。こんにちは。こんにちは、はい、どうですかこの街は。そうですね、もともと僕が岩田がいる人だったじゃないですか、はい、僕じゃなくて本当にホッとしてますそうですね、連続放送劇の映画化、はい、空前の豪華配役と言われてます。まあね、あのこんな感じでね、ちょっとなんていうんですか、まあ空いた家がいっぱいちらほらあると、雰囲気のある街ですね。そうそうそう、ちょっとね、はい、あっち、あっちちょっとなんかすごい、インサート講座いきますね、はい、インサートって何のためですか、はい、これはまあ人によって答え違うと思う、はい、ただですね、今回言う場合君の話は誰もいない、はい、そういうのを季節とともに表現できる、はい、味がある表現をする、はい、それがインサートなんです、はい、そういうインサートをね、まあ一つ見つけましたので、はい、皆さんちょっとお連れしたいと思います。あ、はい、いや、こちらひまわりですね、なんですけど、こう見てください、ひまわりが元気ないんです。夏に元気あるはずのひまわりが元気ない。これね、あのインサートで撮っておいて、確かに色味調整したら不気味な感じが出るんです。ああ、なるほど、意味深と言います。ああ、なるほどね、ひまわりが元気ない、別に意味はないんです。はいはいはい、これど、これどいたにのあの、彼女目線でねえねえ、聖一インサート撮ってっから聖一うっすやな、うん、アイス食べたい、買ってこ自分で、一致そういうとこ好き気持ち悪いキモい、やばい、同じ、やばい、俺がやばい、うん、彼女と取ってくる彼女といる時にあの枯れたひまわり取ってってもらって動画で使うんだよ今から今ただいま多分18時ぐらいですかね、はい、今日の晩飯を作ろうかなと思いましてです、ね、今日の晩ご飯何ですか。今日の晩ご飯がなんとカレーです。今日も京都でカレーです、ね、いいね、カレーってのは元気が出るでしょ。これマジ1週間カレーなんですか。まあ1週間カレーかな今日は、はい、アスパラです。おー、今日はアスパラにしようかなと思います。アスパラスか。アスパラスね、僕ちょっと苦手っす。アスパラお前な、ここでお前ここ筋肉ねえぞ。アスパラは僕ちょっと苦手っす。どうだ、僕もちょっとアスパラ苦手なんですから、お願いします。アスパラですね、はい、カレーにいると、カレーに入れると変わるんですよ味が。ほら、あれ、アスパラみたいな、アスパラなんすかみたいな感じになるんですよ。なんでマジでアスパラ入ってるのかもう気づかないぐらいですね。栄養だけ取れるってことですか。そうそう、なんで全然安心してアスパラ全然食べちゃって大丈夫ですよ。チーズカレー食べたい。え、チーズカレー食べたい。何を言うとんねん言うとんねん、ほんまに。
今足跡調べたんですけど、この2本のやつ、これ確実に鹿なんですよ。いやいや、熊ですよ。絶対鹿です。熊の蹄調べましょうか。熊5本よ。熊足、ちょっと見てみます。熊の足跡、これです。これですよ。お、だから鹿、そう、多分鹿の足跡と鹿の、調べてみるか。これなんだよ。鹿と熊、鹿。でも鹿いるってことは熊も来ますよ。普通にやばい、ゴリゴリですよね。